どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に、今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。SQ 前日に日銀副総裁の緩和発言で、円安株高爆裂相場となりました。まあ、愚痴はね、ちょっと本編でするとして、これでチャートはどう変わったのか、 決算状況の変化などもあって今日はとても重要な一日になってしまったという感じです。これらを踏まえて SQ 通過後の相場環境を考察してますのでぜひ最後までご覧ください。それでは早速2月9日日経22 5オプション考察始めていきましょう。 はい。それでは2月8日、相場外況からです。日経平均36,863円、743円高、プラス2.06%。トピックス2562.63、プラス12.68で、プラス0.50%。グロース708.96、マイナス0.78で、マイナス0.11%となっています。まあ今日はね、もう本当に NT ロングになりました。まあほとんど、もう日経平均、強度の高いもので、一気に ぶち上げられたという感じですが、まあねちょっとこの後 SQ 以降どうなるか、まあ、今日はね本編で見ていきたいと思いますが、え次に売買代金プライムがすごいですね、5兆5622億円、SQ 日は明日です。 前日なのに5兆5600億と、まあ、ちょっとね、<laughs> 信じられないぐらいの売買代金にはなってきています。そしてスタンダード1665億円、グロース1848億円となっていますえ。次に恐怖指数の方ですが、ビックスが12.98、昨日が13.11で、まあ、昨日ね、ニューヨークは少し弱含んではいるものの、 12. 点ペケペケにまた下がってきましたね。そして日経平均 VI は株高でボラティリティが上がる。このパターン継続ですね。今日743円高ですが、プラス0.41で19.80。また20に近づいてきています。はい、今日は連日のご紹介ですが、まあキャンペーンとかね、いろいろあるのでお伝えをしておこうと思っております。ウイブル証券さんとコラボという形で特別限定動画を作らせていただいております。 え、アプリを落として講座解説していただくと、この動画の URL が書いた多分メールだと思うんですけれども、届くと思います。はい。概要欄にリンクがあるので、まずね、チェックしてみてください。特典動画、〇〇〇大作戦ということで、まあ、今回、えっと、オプションまでまだ踏み込んでないんですけど、アメリカの個別株をとある作戦で資産を増やしていこうと。 これ別のコラボの大作戦とはまた違う動画なんでね。同じものではないので。はい。ぜひこれチェックしてみてください。はい。こんな感じですね。すでにこちら配信しております。講座開いていただくと、ちょっとね、タイムラグはあると思うんですね。URL の書いたメールが届くのが。だからちょっとそれはお待ちください。そして第2弾。こちらは今度、個別株オプションに、ま、ちょっと手を広げてね。あの、動画作ろうと思っております。で、いつこれ講座解説していただいても、あの、 作った動画すべて見れるように、あの、今調整させていただいているので、なんかね、あの、後から講座開いたら前の動画が見れないんじゃないかとか、そんな全然ないので、ご安心ください。はい。まあ、一応今はね、あの、2本ですけど、これ3本4本ネタを見つけて、定期的に作って、そして、えっと、米、個別株をうまくね、オプション使いながら、あの、いろいろ面白いことやっていこうと思っております。そして今、まさに、あの、 個別株オプションの方デビューすると、抽選で最大5000円のプレゼントキャンペーンやってるそうです。エントリーボタンを押さないといけないのでえ、しっかりエントリーしてくださいね。私もエントリーして、ビッグスのコールオプション。 あの、握ってますからね。はい。うまくいったらまたどっかでご紹介しようと思っております。はい。ということで、概要欄にリンクございます。ぜひね、興味のある方、早めにチェックをして、講座を開いて、いつでもチャンスがあったらね、トライできるように、準備だけしておいていただけるといいのかなと思っております。 はい。それではチャートから見ていきたいと思いますが、出ました。え火柱ですね。はい。あの、すごい上昇になって、まあ、当然 5MA クロスは上昇に転じてますし、え、モメンタムも1000円超えてきました。まあ、このあたりね、もう、あの、2週間以上、うろうろしてたところ、そして S 九州なのに、まあ、全然ね、 まあ、むしろ上値切り下げてきたところに爆裂したと。まあ、こういう状況になっています。で、先物で見ても、これ21時なんですが、37,010円なんですけど、これね、130円。私があの、食事をしている間に、いつの間にか37,000円超えて130円まで吹っ飛んでたんですね。ただ、まあ、そっから150円ぐらい押し返されて、21時現在だと37,000をうろうろしてると。ただ、いよいよ、 3万7000に乗せてきてるということで、まあこれね、前回の S q 値3万6026円、まあ、S q 値大作戦からはギリギリ3万6026円よりも上と、その確率は80%ではあったんですが、まあ、ちょっと昨年はね、それで3回うまくいってないので、どうかなと、またね、3万6000で、ね、これうろうろされたので、また今回も、えー、あの3万6000割っちゃうのかなというふうにも ちらっと思ってたんですが、まあね、あの、いきなり今日、えー、爆裂しました。まあその辺の理由とかは後で、まああと株ラボでもね、今日ちょっとお話ししましたが、いずれにしても、これ上値を切り下げてきていた三角持ち合い、下は36,026円と35,680円で、小さい三角、大きい三角で見てたんですが、これ上抜けましたよね。36,300円が今日のレジスタンスラインでしたから、まあやはり36,350円ぐらいでコールデビット。 でもね、それから先物を使ったカバードコールとか先物ロングとか、まあそういうものが入れられると良かったのかなという感じではあります。はい。私はミニでカバー、あ、カバードコールじゃない、コールデビット持ってたので、まあインになるかどうかちょっとわかんないけどということで、まあ今回は先物はね、ここまで強いとちょっと朝方思ってなかったんでね。はい。あの、上のポジションも一応あるので、生還してたら、うん、なんだ、ここで。 先物、ね、カバードコールでも、先物の,のミニ1枚、ロングでも入れときゃよかったな、後の祭りという感じではありますが、もう一つ、ここですね。はい。36,600円を超えました。私、ここでえ、さらに3月切りの少しポジションを入れました。はい。さすがにね、ここブレイクしてきたんで、あの、一気に上に行く可能性が出ています。ま、さすがにここ3,000円やったので、またもう一回行くかどうかはわかりませんが、一旦抜けて、案の定37,130円まで 突っっ込んでるんででるるねこれ500円もう上行ってるわけですよ、ね、はい。まあ、S q がここまで来てねどう、いくらになるのか、本当に高く3万7300円ぐらいまでね、バーン跳ねるのか、まあ、それともですね、あの、今日ちょっと下げてきて、まあ、3万6500円ぐらいでの かもしくはその下で S q になるのかもう本当に分からなくなってきました。まあ今日ニューヨークはこの後チャート出ますがそんなにねプレでは強くないんですよね。だからまあ夜間でどこまで日経平均先物ぐんぐん上がるのかとさすがに3万7000円ぐらいで1回ね100円ブレイクしても押し返されてますからさすがに上行ったら行ったで、まあ、少しはね売られるんだろうなというところの気がしますがいずれにしてもこういうふうにこのブレイクポイント上か下抜けたら走るので 注意しないといけないし、売ってる場合は絶対ここではね、売りは撤退しないといけないポイントと、まあそういう形になっています。そして GMMA も、まあずっとこれ中期ね、あの、下落で動いてたんですが、さすがに700円も上げたら、またあの上昇に戻ってきました。まあこれはね、はい、いいかなと思います。いいかなというか、さすがにこんだけ上がったら、これででも、うんと、短期、中期、長期、全部また上昇なんですね。だからまあちょっと S q を超えて、 と天井をつけて下落してくるかどうか、まあ下落してくるんだったらダブルトップ。 っていう位置ちょっと抜けてきてるんですけどね。はい。まあそんな状況でもあるので、S q 分け、最近は S q 分けもなんだかんだ強いままね、あの、崩れてこないんですが、今回もそうなるのか、さすがにちょっとここでダブルトップをつけるのかっていうのは、本当にもう全然わからなくなってきました。で、今日なぜ爆上げしたのかは、サブチャンネルかぶらもの方で、まあ内田副総裁の、まあ今日はもともと、あの、イベントでね、講演するイベントの予定があったので、なんか急に、あの、 お話をしたわけではなくて、はい、設定されたイベントの中で、まあ、お話をされたんですが、まあ要はね、マイナス金利解除はやっても、え、そうそう簡単に利上げはしないよという話ですね。まあ、詳しくはこの動画を見ていただきたいんですが、まあ、そういったところ、ちょっと釘を刺したことで、より安心感というかですね。まあね、マイナス金利解除したとて、日米の金利差がぐ。 思ってたよりも縮まらなないのかな、ね、アメリカの方も3月利下げの角度がどんどん下がって5月下手したら6月かもで年3回4回ぐらい利下げで日銀の方はこれ利上げ一旦ね今日の時点では、まあ、そう簡単には利上げはできないと思うような発言をされているので、まあ、こうなると少し はい、ここね。うんと、まあ、どんどん利上げ考えにくいということで、まあ、昨日出たピムコの、まあ、年々2回、0.25かな。あの、利上げするんちゃうかっていう記事に対、記事というか、まあ、見立てに対しては、まあ、やんわりと否定をしたような形。これで、まあ、また円安、それから株高という状況。特に S q の前日ですからね。で、今日は、 アーム、半導体のアームがね、良くてソフトバンクグループがぶっぱねて、で、半導体銘柄のきなみい、e、いと。まあこれは昨日ソックス調子良かったのもあるんですが、これで、 もう本当に半導体大型入っていくだけで上げたみたいな一日になりました。ドル円は、まあね、安心感を得て、148円40銭のレジスタンス抜けて、149円20銭ぐらいまでね、行ってます。15銭ですけど、さっき見たら20銭ぐらいでしたから、21時ちょっと過ぎぐらい、まあ、149円を明確に抜けてきたと、こういう動きになってきています。で、 まあアメリカのね、金利が上がったら、これあの株ラボ、夕方のそのカブラボで、金利が前日比ちょっとマイナスだったんですね、夕方はね。だけどこれがもしアメリカのまあ市場オープンに近づく、もしくはオープンしてから、 また少し金利が上がる方向になったら、まあドル円149円いっちゃうんじゃないかっていうお話もしてたんですが、まあもうね、21でいってるんですが、やっぱり金利がね、あの少しまた、夕方は5日線の下にいたんですけど、ほんのわずかですけどね、切り上がって200日また超えてきたんですね。4.135から137ですから、まあもう4.14%にまた金利が4.1%の水準戻っちゃってるんですね、アメリカの10年金利。 はい。なのでまあ、当然ドルが買われて少しねでえっ、ー、と円安の方に進んでるとで金利が上がってきているので。 CFD、CF SP500 の CFD は少し下がってます。マイナス0.2%ですけど、まあ、ガーッと上がってきてね、もう本当に毎日のように高値を更新、史上最高値を更新してるという状況ですが、まあ、ちょっと下がってきました。それでもプラス2シグマに沿って上昇してるんで、アメリカいつになったら崩れんのっていうぐらい強いですね。ナスダックも、まあ、これナスダックの100の方ですが、マイナス0.2%。同じような形。で、ソックス、これ昨日、 えっと、ソックス L は4.5%もここねあの反、反発したので、えただ3で割ると、ソックスの方はだいたい1.5%ぐらいの戻しで、まあね、昨日しっかりと半導体が戻したので、今日日本の半導体も、まあ、めちゃくちゃ強かったんですが、今日プレ21時10分現在はほとんど横ばいです。 はい。ですから、ソックスは今のところ動いていません。むしろちょっと金利が上がってきたので、えー、まあもしかしたらね、下がっちゃうかもしれない。ただ、昨日もほ,どほぼ横ばいなんて、この動画ね、21時ぐらいでは、プレイでは横ばいなんて言ってたら終わってみたら、ね、4.5%、まああの、ソックス換算1.5%も上がってるので、まあそう考えたらね、今日始まって、金利がここからぐぐっと上がらなければ、 まあそんなに下がらずやっぱりプラス1シグマ近辺で引き続きこの辺で強い、まあ大きく上昇しないかもしれないけど崩れない形で明日を迎えるとしたら、この日経平均に強度の高いハイテク半導体も、まあ今日ちょっと上げたんでね、もしかしたら半導安に少し下がるかもしれませんが、まあ割としっかりしてる。そうすると日経平均が、まあそう崩れてくるというふうにはちょっとね考え、 今のところね、考えにくいかなという気もしています。そしてもう一つ今日は重要な、決算が約4割進んできた中で、待望のというか、あの、株高を期待している人にとっては、待望の EPS が、 気に50円上がりました。ね、2300円です。ということで、これで景色が少し変わってきました。今日743円株価上昇しても、昨日よりも PR 下がってるんですね。16倍です。まあ、あの15.96ということで、まあ、16倍変わってないんですね。つまり700円上がって3 6六千もう900円、もう37,000の水準に来ましたが、PR が16.01とか02とかそんな世界ですから、まあ、別に、あの実は、 今日はね、指数で S 級前にちょっと釣り上げられた感はあるんですが、まあ一旦は下げたり上げたり、ここからちょっとボラティリティ出るかもしれないんですけど、これベースが上がってきてるから、ね、またあの安いところ買われて、なんだかんだ切り上がってくると、今日はちょっとトピックスが全体的に出遅れてるんですけど、まあこういった決算を受けてですね、あの資金がトピックス側の方にね、もしくは中小型にもっともっと回ってくれば、これ日本の株、 が底上げということになってくるので、これちょっとね、EPS がこんだけ上がってくると、どうせすぐ下がるだろう、もうさすがに天井だろうっていうふうな見方も、ちょっとね、危険かな、自力がついてきてると、まだでも半分いってないので、今日あ明あか、今日明日600何社出てきて、まあ、一気に半分、半分ちょっとかな、55%ぐらい終わるということになるんですが、まあ、SQ には反映できないですからね、明日出てくる決算、ほとんど。ですから、まあまあまあ、 その前に測ったようにね、大きく EPS が上がったので、これで、まあ買っていけるという少し目処がね、上がりました。なんだって16.5倍までいけば3万8000円ですからね。はい。あの、<laughs> 3万8000円なんて、ね、あるかよと思ってた水準が十分あり得る水準になってきてるということですね。ただもう一つ今日は値上がり、これあの東証プライムの方ですけど、 1700社分ぐらいの中でね、値上がりが584に対して値下がりが1013。 まあ倍近く値下がって日経金743円と、まあ本当に指数寄与度の高いとこと、ハイテク半導体だけ、まああとファストリーみたいなのもちょっと入ってますけど、まあもう本当にね、先物インデックスベースでガーンと勝ち上げたに、まだ過ぎない状況かなという気はします。えっと、日経金が2.06%、743円高で2%上げて、トピックスは0.5%上げたんですが、それでも1.5%。 ね、あのえっと4倍すごいですねはいあの倍っていうのはたまにありますけど4倍も差がつくとまあ まあ珍しい。NT バイリスのチャートも火柱吹いてますけど。で、トピックスのミット400、中型の指数は、やっぱり下げてるんですよね、今日ね。マイナス0.28%。ということで、まだレンジなんですよ。日経金ボーンと跳ねましたけど。で、さらにトピックススモール500になると、買回ゼロライン割って切り返したんですが、マイナス0.2%と。結局、今日も中小型はマイナスなんですね。トピックスの方も0.5%のプラスですが、 30がのプラ,スラージ70も0.9%のプラスということで、まあ、大型株だけで上がっているということですからまだまだ自力、本当に。 に強く上がってるわけではなないかなとまだまだね、ちょっと大型ハイテク半導体に引っ張られて、で今日の上昇なんかは先物主導で、まあ、S 級前の、まあね、釣り上げという感じがするので、このあたりですよね、今日みたいな日経金が強いときにトピックスの中古型がしっかりと 0.5%ぐらいはね、上がるような試合いになってこないと、まだまだちょっと不安かなという気はします。ということでま、まとめておくと、日本株、これですね、内田発言、半導体反発、決算好調、これが一気に今日、S q の直前、前日に噴出した格好、だから、ここにね、仕掛けられた感アームがね爆撃になって、ソフトバンクグループの決算でまあ9%とか上がるような状況になってですね、 で、インデックスでドカーンとね、つり上げられたところに、え決算の好調と、まあね、それを後押しするような、株式市場にとっては、もう非常に、 あのいいように捉えられる発言だったので、まあ、ここまでのね、動きになってしまったのかなと。ただ、決算がね、今のところ、ね、EPS しっかりしてきてますから、これ、ベースがしっかりしてるってうところは、頭に入れとかないといけないかなと。で、S q 値はね、36,750円以上で、まあ、今のところ3万7000円ですから、これが明日どうなるかわかりませんが、思った以上に高いところでのね、攻防になってきた。ただ、えちょっと強すぎるので、 まあ、トピックスが上昇するパターンで NT 倍率がショートになる。つまりね、あの、S q 開けてガッと急落するかどうかっていうのはまだまだ読みづらくって、あの、S q 開け、そこまでね、上昇せずに日経平均の方は横ばいもしくはちょっと上値を切り下げるような中、トピックスがしっかりとじりじりと下値を切り上げて、まあ、NT 倍率が少し下がる。ね、トピックスが日経平均の強さに追いついてくる。まあ、 決算が好調というところが織り込まれてくるんじゃないかなという気もして、なので S q 明け株価が下がるだろうっていうふうに決めつけてると、結構ね、あの、危険かもしれません。はい、このあたりね、ここです。16.5倍まで買,買われた外国人が買ってきたらですね、これもう3万8000いきますからね。まあそのあたりはちょっと頭に入れて、S q 明け3月切り、メジャー S q ですからね、ちょっと見ていきたいなと思っています。 はい、ここからはオプションの手口ですが、もう今日これでしまったので、まあこれを見てもトレードはね、できないんですが、一気にまあ上に行ったので、開示エリアも上に来ましたが、ものすごい数今日コールトレードされてます。まあもちろん SQ 前日なので決済玉。 っていうのもあるんですがこれ株価が急激に動いたので売り買いを上にスライドしてると思うんですねだからこれ海外勢も大慌てで大量の枚数をまあ、売り買いしているという感じで5万7千枚です一方プットサイドも増えてますがそれでも1万7千枚ですからねこれ枚数だけでいくと4倍近いまあ、これも 集計して、まあ、JPX が去年の11月にね、あの解約してから、まあ、こんな数字、しかもメジャー SQ じゃないですからね、2月切りですからね、まあ、すごい数字になってるなという気はします、ただこれ、売り買いのバランス、全然分かんないので、結果的にこれ、どうなってるか分かりません、この3万7000円が6万枚、今週やってきてると、先週分と合わせてね、ここが買い長なのか、売り長なのかで、当たり前ですけど、状況変わるんですが、どっちでしょうね、これが分かんないんですよね、1回もここ、開示されてないので。 まあ、いずれにしても今、ATM が3万7000円になってきてますから、まあ、もう少し上で S q 値決まるのか、下で決まるのか、うん、もうもう全く開示されてない戦いになってきちゃっています。はい。で、この枚数がね、今日の値をグラフに入れると、その他の日々がもう本当に1万枚だとしても、こんなところですね。これ6万枚近いですから。 ということで、2月切りも、これ最終週に思いっきりコールの方が増えました。まあ一時期ね、プットも増えてきて、だいぶ拮抗してくんのかなと思ったんですが、まあ、結果的には、ここで8日でね、大きく増えた。やはり、あの、ある程度そちらの方に株価がコールの方に動けば上昇だし、プットの方に動けば下がる。だから枚数の多さと、ある程度の 買い長、売り長のバランスでですね、やっぱ多い方に株価が動きがちっていうのは少し見て取れるかもしれません。はい、次にゴールドマンです。ゴールドマンね、基本的に3万6000円よりも下っていうのが、まあ、見えていたバランスなんですが、今日は2067枚と、まあ、コールサイド思いっきり動かしてきています。 で、3万7千近辺をね、まあ500枚ぐらい、えー、わたわたと、売って買って、売って買ってやったんでしょうね。問題は、まあ下の方だったもの、この辺、コール買い長にどれぐらいしたのかと。 いいうととこだと思います全くわからないんでね。もうこれ何とも言いようがありませんが。あと、プットの3万6500なんかもこれ、まあ400枚フルフルかどうかは知りませんが、まあこのあたりは売り長にしてプレミアムを少しでもね取りに来てんのかなという気はしています。はい、次にアムロです。アムロもまあ大量の枚数、特に3万7000円がね、今日は1万1000枚ということ。そして3万7500が9000枚ですから、まあこれね、あのこっち買って、こあの、 3万7000円を買って3万7500円を売ったのか、まあ、こっちを売り長にしてこっちを保険で買ったのか、ちょっとわかりませんが、まあ今日でもね、あの日中、まあ、状況が変わりましたからね、はい、あの半導体が急騰して内田副総裁の言葉があって、で、決算も良くなってきていてと、まあ決算の EPS はね、直接この時点に反映されているかどうかはちょっと別としても、なのでまあ急激に株価が上がっていく中でこの辺を少し買いに振ってこっちで 売りにスライドしたと見るのが、まあ普通かなという気はするので、まあそうなってこっち3万7千円のコールが買い長になってれば、これ3万7千円よりも上の SQ を期待しているということになってくるので、まあそのあたりね、あの、急激に 3万6000から3万5500円ぐらいがストライクで見てたような、まあ、開示エリアから一気に上に来ましたからそっちにコール買いのプット売りバランスに増やしてるとすればこの3万7000円っていうのはやっぱり大きなポイントになってきますねはい最後は先物です今日は48万枚ということですがまあもうね散々チャートとかいろんな数字見ていただいてわかるように明らかに今日は日経平均先物インデックス主導で、まあ、株価釣り上がってる分があるのでまあその辺のポジション としては大きく、まあ、これだけ上がるんで海外勢が今日。 に先物は買ってきてきると、まあ、もちろん現物もね、はい、買ってくるという動きになっての48万枚だと思うので、まあ、このあたり、明日 S q で含めて、ね、どうなるか、さすがに、ね、今週は8、9で、まあ、一気に今まで2週間、ちょっと売り越しだったところがまた買い越しに転じてくるんじゃないかなという予測で、そうなってくるとあの3万6万六千円どころかね、3万7千円を下値に、まあ、このあたりでうろうろしてくる。 もう一段上、3万7500円水準ということもありえるので、まあ、ちょっとしっかりと見ておかないと、まあ、海外勢、もしかしたら今日ぐらいから先物の,の、ね、手口え、変えてきてるかもしれません。はい、ということで、いかがだったでしょうか、まあ明日は S q なんですが、投資天気予報を出すならば、また、あ、晴れと、ただ、S q またいで、一気に崩れてくるっていう展開は見とかないといけないので、まあ明日が S q 日でなければ、普通に晴れマークだけだった。 たかなと思うんですが SQ ということで雲を入れてますえもし SQ の後ですねじりじりっと早々に幻の SQ とかでなくなるような展開になればですねもう一段だか、えー、と注意しないといけないかなと思っていますはいということで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方ねぜひポチッとよろしくお願いいたしますいつも見ていただいて本当にありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょう またね